水月会の三代目の梅月は出る子たえらいせいに飛んで出ましたけれども、何言うても勉強中でことや細かにうまいこと、とても皆さんのお気に召すようには上手にはめったが読めないが、梅月節に乗せて一生懸命に勤めます。どなたさんもややしばらくのお付き合いをはよろしく頼んでくれ。そりゃいろいのよやまかどんこいさのせ、そりゃさて頼んでおいたなら早速ながらでありますが、ちょいと出ましたご愛想にゃ何か一節乗せましょうか。世の中には節のつくもな数々ございますけれど、先週温度は梅月節、歌う私は眠かぶし、うちの親父は風呂に浸かって気持ちよさそうに何は節、そのまたお湯で花が咲く、ちょいなちょいなと草つぶし、真面目に歌うがおいは木節や鈴を鳴らして歌うは小物節。そりゃえおいで美味しい生節や民謡に入れる小節、新節旧節竹の節、出汁の出るのが鰹節、お酒飲むなら黒田節、いつの間にやら担当節、両太機嫌で寒さ節、調子の良いのがあの新味噌節で、そりゃ良いと良いやなんかどんこいさのせ、そりゃ3回節、歌いにくても安木節、誰もが歌う炭鉱節やトン節やトンコ節、褒め上がるとても麦や節やと二人になった節、濡れてしっぽり山中節を聞けば情けも絡め節、家へ帰れば嫁はんが畳叩いてラッパ節、上主名物じゃないけれどかか殿下にあらあのやぎ節じゃ、そりゃよいとよいやまかどっこい探せ、そりゃ節を探せばまだまだあるが心あたりで止めおいて、何か一緒だん伺いましょうか。さても伺うお下代は、あれがよかろかこらよかろかといろいろ調べたことなら、やっぱり三代目梅月十八番のお下代は、心は河内の国で熊太郎と八五郎の二人は、そりゃいろいとよいやなんかどんこいさのせ、そりゃ熊太郎の嫁さんのお縫いさんという人が、今で言うたら国の国というやつでございます。知たがためにそれが原因となりまして、十人も切り殺して金剛山にと逃げ込んで、警察官にと追い込められたその挙げ句、村田中の銃口は喉元に突きつけて、足の指で引き金引いて自害をいたす物語、題して河内の十人斬りと申しますけど、そりゃよいとよいやなんかどんこいさのせ、そりゃ河内の十人斬りのお下代は皆さんや、何を言うても明治時代のお話でございます。昭和生まれの私は実際にできてやるじゃなし、昔の学者が書き残したる筆の跡、中にはタヌキの毛が混じって嘘のところもありますが、聞いてくださる皆様方も実際見てきて聞くじゃなし、
お互い知らん同士の寄り合いでございます、はい、こういった嘘だと思われても本日の娯楽じゃと、はい、通りの勧告出され本間ら衆に聞かれても、はい、そのにお腹も立ちゃすまいどなたもよろしく頼みます、はい、頼みおいたらさあさあこれからぽつらぽつらごひろと出かけようか、そりゃいよいとよいやまたどこいさがせ、そりゃ河内の国というとも河内の国は広いので、はい、南河内に中河内に北河内と三つにて、はい、一つ一つも大きいゆえに人口もだんだん増えてゆく、ここは南側地分は赤坂村は大技水分で、そりゃいよいとよいやまたどこいさなぜ、そりゃ水分村では今日の7月23日、はい、毎年決まったように地蔵踊りを始めます、はい、今年もいつものように地蔵踊りをやろうかなと、朝の早から地蔵さの角で櫓をこしらえしてまする、はい、櫓と言いましても今の櫓と違いまして、はい、酒屋へ行きまして酒の空きだるごろできて、はい、大きな体るを二つも三つもどんどん積み重ね、そりゃいよいとよいやまたどこいさらせ、そりゃあたるの周りに青だ竹の枝にはほおずき提灯ぶらぶらぶらとぶら下げて、はい、日の暮れになったなら一つ一つに火を入れて、はい、太鼓叩きが威勢よくドドンがドドンと叩くなら、はい、にわかに踊り場は見物人で人の山、はい、温度取り目が櫓に上がって大きな声で一声上げるなら、そりゃよいとよいやまたどこいさなせ、そりゃ櫓の下の方では踊りか今晩見たように、はい、我も踊ろかほな私もと我もこれもと声そろえ、はい、手の振り方足の調子皆一度に揃えます、はい、温度に合わせまして昼の暑さも打ち忘れ、はい、あららんしょこららんしょ湯山かよこしの掛け声かけよった、そりゃよいとよいやまたどこいさなせ、そりゃこちらでは太鼓を聞いた隣の下女のおたけど、はい、夕飯もゆっくりとおべたに麦飯へばつけて、せたかたしにげたかたし、ペタラポンカラカラペタラポンカラカラペタラポンカラカラと踊りの場所を見と、そりゃよいとよいやまたどこいさなせ、そりゃこちらでは太鼓を聞いた好きな思いも喜んで、やれかかさんはよ行きましょうや、今夜の踊りを見とかなきゃ、来年の盆まで見ることできないかかさんへ、はい、いやおむい私はちょっと不思議用事があるゆえに、はい、お前先に行っておくれと言われておむいもできはない、はい、人前入りましてタンスの引き出し開けよって、はい、中から52銭の洗い浴衣を引っ掛けて、はい、こら来月バカ抜かせ、はい、一旦50銭や1円でどこの世界にあるもんか、かよほうに申されまするお方もございますやろが、今や浴衣も3万5万円と物価も上がっておりますが、昔は50と2銭出したら立派な浴衣があったそうな、シュスの丸を見くとしねて、片手には丸絵の口輪をくるりやくるりとましよって、それではかかさんの先にごめんなされとこもりげたはぎよった、そりゃいよいとよいやまたどこいさね、そりゃガラガラびっしゃりくんと表の角に飛び出して、地蔵さんの踊りはさしてカラコロカラコロカラコロと、それはよけれど地蔵さんの角のよ
山海どこしろ踊り子は、はい、こちらのお兄さんのちょっと惜しい目に似合って、はい、ひじくろはじくろ横と見てみ、はい、向こうからやってくるのは鬼ではないかいの、はい、今夜こそは人らえて調査でこさしてやろうと、はい、我も俺もと日の出の若い主やと相談決めたけど、はい、しかしこちらのお兄さんはそんなこととはちょっとも知らなんだ。そりゃいおいとよいやまたどこいさんせ、そりゃ今ややぐらの下の方までからころからころくるなれば、さあ行こうと日の出の若い食堂に場所を飛び出して、いつやしらまにお縫いのぐるりをくるくるくると取り巻いて、こっちゃから頭を引くやら、こっちゃから髪の毛引くなれば、はい、そこで勝ち気なお兄さんがカーッと腹をまた出まして、はい、なんとここらのしょべたれ目は悪いことすんかってほどがある、はい、人がアホやと思ってさらせとポンと食わした大きな生地でポーズ。そりゃいよいとよいやまたどこいさんせ、そりゃ壊された日の出の若い主子の国、やぼたも心もやいとすべた波さらす、今夜の肘でこうはちょっとも痛いことはない、生意気なことさらすとどたま勝ち割ってしまうぞと、夢が早いか気の短いやつ後ろからポンとついたなら、ひょろひょろとひょろめいたら下駄の花は切れおて、どうした怪我の弾みはおぬいはその場へすってんころりんと、そりゃいよいとよいやまたどこいさんせ、そりゃ転んだおぬいを眺めて若い連中喜んで、やいみさから何さらす、もっとしっかり踊らんかい、踊りさせてくれ踊らせてくれと10日も前から言うてきて、まんまとできた踊りじゃ女やるからしっかり踊れよと、そりゃよいとよいやまたどこいさのせ、そりゃ調査が見こさと踊り場所を飛び出して、はい、やってゆくのは寒福山か調査見こさと言いよった、はい、それはよけれど後に残った櫓の周りの踊り子は、今まで踊っていたのに今一点に潰れたで、そこでちょうど若い主が白天寺色の虎子は櫓に登りまして、長い首を突き出して、やいけさまら何さらす、もっとしっかり踊らんかい、踊りさえてくれ踊られてくれと10日も前から言うてきて、まんまとできた踊りじゃ女やるならしっかり踊れよと、そりゃいよいとよいやまたどこいさのせ、そりゃさてこの場の皆皆さま、私この術をもなれば、下手なくしても話の筋がきっちりわかることですが、お後の坊先生のお待ちかねのことなれば、ここら辺りで止め置きまして、お後を先生とせきゃ変わる、それにつけても皆皆さま通るみたいない温度に長の付き合いくださいまして、誠にありがとうございます、どなたさんも長々と出まして誠におきにおやかまし、そりゃよい